それでは今回グロースティッキングバイセップラップという技を解説していきたいと思います。ちょっと前回の基本のラップの動画見て自分で見て思ったんですけど、テンションがすごい低くてちょっとすいませんって感じで、なんで今回はちょっとテンション上げ目でこういう感じでいければなと思います。はい、じゃあ一回バイセップラップやります。こういう感じですね。これだけです。以上です。基本のラップの時にやった肘と肩の間の腕のラップですね。これを上下できるように、右と左でできるように、でこれを同時にやるとバイセップラップですね。ちょっとこれ上の方フレームアウトしてるかもしれません、ごめんなさい。こういう感じで、でもこの技入り方としてはこの回転であればどっからでも入れますね。なんで例えば3ビートからバイセップ、3ビートバイセップ、ウィンドミルバイセップ、ウィンドミルバイセップ、あ、文字下、スパイラルバイセップバイセップっていう感じで入れます。でこれやるときなんですけども、肘なるべく上げてちょっと離れ気味で、状態でこの状態でやるとうまくできるかなと思います。とあんまり肘下げたりちょっと腕狭めてやったりすると、狭めてこれぶつかったり失敗したりするので、ちょっと離し気味でやるといいと思います。でバイセップって日本語で言うと、まあ、力こぶって意味があるんですね。上腕二頭筋、こういう感じですね。この状態をこのまま下ろしてもらってやるとうまくいくかなと思います。バイセップラップ、まあこれで終わりなんですけども、またちょっと応用編といいますか、をやると、これやるときはこういう感じでしたって、上と下でやってる感じ。これを同時にやることもできます。逆に下に同時もできますし、ちょっと苦手なんであんまりやりませんけど、上やって下やったんで次、左。こうですね。逆に右も。できるよという感じで、で、まあ、上やって下やって左やって右やって、あ、まあ、そういう感じでやって、あともう一つ最初にやったあのオルタナティブアームラップの、手首から肘でやったんで、今度は肘から肩の腕でオルタナティブアームラップ、これですね。だからオルタナティブアームラップの、まあ、バイセップ版という形で、でこれも前回と同じで、上の位置にやったらすねいって腕いって三四っていうこともできます。まあいろいろちょっとできるんで探してみてください。でこれはちょっと技の名前ついてるかどうかよくわかんないのと、オリジナルかもしれないんですけど、ちょっとこういうのもたまに自分は入れてるんで、これもちょっとスローでやってみて、スロー再生にしてちょっとやってみてください。以上です。